アメリカの航空宇宙大手ボーイングが宇宙事業の一部売却を検討していると、ウォールストリートジャーナルは25日報じました。新型宇宙船スターライナーや ISS、国際宇宙ステーションへの支援事業などが売却の対象になるということです。ボーイングは旅客費の品質問題や長引くストライキによる生産の遅延などで KFC に陥っていて、 不採算事業の売却により、経営の合理化を進めるものとみられます。